今朝は嬉しいニュースをお届けします。4日以上前から行方不明となっていたショーン・マーズ君の発見が発表されました。ショーン君は折り紙殺人鬼により井戸の中に閉じ込められていたとのことです。この事件の解決の裏には警察に犯人の嫌疑をかけられていたイーサン・マーズ氏の勇敢な行動があったことを忘れてはなりません。疑いようもなく彼の勇気が殺人鬼の計画を阻止し救出を実現させたのです。警察本部長はマーズ氏に公式に謝罪しました。本日のトップニュースです。警察により折り紙殺人鬼と思われる男性の身元が特定されました。スコット・シェルビー48歳は元警部補で、犠牲者の遺族に調査を依頼された私立探偵だと名乗っていたそうです。シェルビーは大規模な捜査の最中に死亡しましたが、詳細についてはまだ公表されていません。友達の友達が特別に紹介してくれたところだ。気に入れば俺たちの家だ。ねえパパ、僕の部屋を見つけたよ。で、どう思う？完璧よ、イーサン。私たち事件を忘れるのね。普通の日常を過ごして、そしてある日全部ただの悪い夢になるんだわ。幸せになる権利をつかんだのね、私たち。今日のゲストは今週の紙面の一面を飾り、まさに我々の時代のニューヒーローと全国から絶賛されている方です。驚くべきことに彼はほぼ単独で折り紙殺人鬼として知られる卑劣な連続殺人魔による事件を終結させ、ショーン・マーズ少年の命を救いました。彼の決意、勇気、そして知性に称賛を。ノーマン・ジェイデンさんです。こんばんは。
あなたは私の息子を殺した。私を腕に抱いている時もそのことを考えていたの。私にはあなたがしたことが理解できない。どんな理由でも正当化できないわ。あなたにはもう軽蔑しか感じない。それ以外何もないわ。I'm a father too.